自由人会社人トップの横顔、岡山商科大学の井尻明雄学長の横顔に迫ります。社会と呼吸して、はい、呼吸する大学でありたいというね。岡山市の岡山商科大学は産業教育の一翼を担うことを目的に設立され、来年60周年を迎えます。法学部、経済学部、経営学部の3学部を設置し、経済界、教育界などに多くの人材を輩出しています。地域と呼吸する大学をテーマに、地元企業との交流など開かれた大学を目指し取り組んでいます。岡山商科大学は1965年に開学されて、来年60周年を迎えるそうですね。はい、そうです。卒業生は商業界、それから教育界にもたくさん出て活躍されてるんですね。母体が商学部でございましたので、商売関係でセールスマン、販売員とか商業に関する人たちが非常に多いわけですね。はい、それから後には情報ということが重要になっていきましたので、商業の先生、それから情報の担当できる先生を輩出しております。大体高校の先生になったりする。ほとんどが高校の先生でございます。はい、そして、来年60周年ということで、はいはい、新しく校舎ができるそうですね。できます。はい、長い将来を見据えた校舎を私たちは計画いたしました。はい、一口に言えば東京の大学に負けないようなモダンな新しい大学で、しかも非常に効率のいいビルディングを建てようとしているわけです。カーボンニュートラルとかですね。それも時代にね、はい、それが要求されておりますので。じゃあもう最新の建物、はい、ビルディングができる。はいはい、教務課の前田さんに一押しを伺いました。やりたいことを見つける幸せをキャッチコピーとする岡山商科大学では、法学、経済、経営、商学の専門分野を学べるほかに、データサイエンスや金融などの学部横断プログラムも充実しております。教員免許や博物館学芸員の資格を取得できる課程もあり、学生一人一人が夢に向かって頑張っています。授業で経営者の方から実際に話をお聞きするという授業もあるそうですね。私たちはね、教科書に基づいてまず理論を教えてるんだけど、はい、私自身とってもね、社会の本当の仕組みわからないよね。だから経営者の人にね、現場に立ってる人が来ていただくんですね。はい、それで教科書ないことを、事実関係をこうお話ししていただけるじゃないですか。それはね、願ってもないことだし、ね、はい、実社会に即した理論を教えていただけるということにつながってくるんですね。はい、だから絶えず社会と呼吸して、はい、呼吸する大学でありたいというね。全部で1700人ほどいらっしゃる、はい、ということですけれども、ね、地域との交流というのも学校としてはすごく大事にされているそうですね。そうですね、地域と呼吸する大学という位置づけておりますので、お手伝いすることは限りなくやりましょうと、はい、それからまた社会から得たいことはどんどん取り入れていきましょうということで、とにかくコミュニケーションをやっていきましょうと。で、具体的には東西南北市町村と締結してね、インターンシップをさせていただいてるんですが、はい、笠岡ではね、ニンニクを植えるとともに収穫するとかね、はい、島での特産品を作る、それに協力させていただいたりね、南は多摩のバンダイモを利用した商品化ということも、さつまいもなんですね。さつまいもですね。はい、そして日生の牡蠣のお好み焼きね、そういうことにも協力させていただいてますね。地域の方と協力して、ね、一緒にそれをやって初めてね、頭だけで動いてるとできない、何か得てくるわけですね。そういう機会を介してですね、自分の個性というのを磨くしね、で社会人としての能力を磨いていけるんじゃないかなと思いますね。キャリアセンターの横田さんに一押しを伺いました。日頃から学生としっかりコミュニケーションをとって、信頼関係を作ることを大切にしています。学生が何を思い、
どう行動して就職活動に臨んでいるのかを把握した上で企業を紹介しています。苦労して内定を獲得した時はお互いになったと言って共に喜びを分かち合います。それでは井尻学長流、元気な大学を作るコツとは。和です。私たちはロボット社会ではなくしてですね、人と人とのコミュニケーションで成り立っている社会なんですね。お互い信頼しなければならないし、そういうことでですね、個々の人たちに和というものがキーワードとして持っておれば幸せな社会はできるし、お互いがお互いを尊重して成長できるんじゃないかな。そういう意味で和というものを私は重要視しております。